どうも皆さんこんこにちは、えー、と今日はです、ね、あのカウンターの、えーまあ、ちょっと打ち方を共有したいと思いますねあの今、えー、見てもらっている動画ベテルビエフの動画を見てほしいんですけども左のカウンターなんですけどとってもクイックなんですよねめちゃめちゃクイックフェライトヘビー級で 180cm 以上あって、まあ、体重も80近くある男の子スピードとは思わないようなクイックさなんですけども これを、まあ、どうなってるかというとおそらくなんですけども、えー、とあの肩甲骨のロックですねこれが効いてるからじゃないかなと思うんですよね僕もあの長浜式の懸垂とかディップスとかいろいろそれ以外にもたくさんやってるんですけどもまあそういうのをやってですねあの結構こういう感じ ベッテルビエフとか、まあ、あとまあ顕著なのはロイ・ジョーンズですね、あとまあ最近だとあのテオ・ヒモ・ロペスとか、ちょっと分かりやすいなと思うんですけど、も、こういった選手のクイックさのこう理由がちょっと分かってきたというか、こう肩甲骨をこう体に、えーまあ、接続してるんですよね、あの前虚筋とか、小胸筋は。つまりどういういことかっていうと あのもしもこう前腸筋・小胸筋で肩甲骨を回転でロックできない場合こう腕と体幹の接続があ、まあ、切れちゃうわけですよね、まあ、それもあって、えーそのまあ、もう一回再起動しなさないといけないので、この腕をですね、だからちょっとクイックさに欠けるんじゃないかと思うんですよね、その前腸筋・小胸筋が弱いと。で あのこの僕がこう見て、あこの選手クイックだなと思う選手ほどこうフットワークでパンチをかわす傾向にあってでハイガードのやり方も似てるんですよね、なんかやぎこちないみたいな、あのロイ・ジョーンズとかベッテルビーフとか、まあ、見てもらえればわかると思うんですけど、も、ああいう感じのハイガードになってるなって気がしますね。であとこう 頭をぐるんぐるん回してかわすというよりは本当にフットワークで逃げていくような感じですね、これどうしてかというとおそらくなんですけども、も結構ね僕もやってて思うんですけど、えー、肩甲骨をロックしたまま体をこうカネロとかみたいに振り回すのは大変だなと思うんですよね、まあ、それもあっておそらくこうフットワークとかです、ね、ハイガードに頼りがちなのかなというふうな気がしますね。 今、僕はちょっとそれを練習中で、えー、僕、ヘッドムーブとかでこうくねくねかわすのがかっこいいなと思うので、えーまあ、全極にロックしたまま、肩甲骨をロックしたまま、ヘッドムーブできないかなっていうことを練習しててです、ね、まあ、それがもしできるようになったら、それをまたやり方を共有したいなと思いますね、練習の仕方を。であの要するにまあ今回のところ何が言いたいかというとです、ね、こうクイックなカウンターは、あー 前虚筋と小胸筋による肩甲骨の外転と前傾のロックこれが効いてないといけないんじゃないかってことなんですよね、これが抜けちゃうと避けたあとにもう一度腕を接続し直さないといけないので、まあ、小胸筋と前虚筋が弱いと、そうなった場合、まあ、タイミングが遅くなってたない強烈なたんないっいうことが起こるんじゃないかなと思うんですよ、なので、まあ、そういうカウンターとか少し難しい技術を練習する場合にもです、ね、こういう。 一見すると関係なさそうな技術なんですけども、も、まあ、かなりです、ね、強く関係しているんじゃないかなと僕は今、考えているんですよ、まあ、根本というかその、そもそもの土台、運動の土台なんじゃないかなってことこですねこの腸腰筋と前腸筋と小胸筋の働き、なので、こう根本的な競技力の向上のためにはです、ね、この筋肉を鍛える必要があるんじゃないかなと今、思っていて結構ですねあの積極的に取り組んでいる感じですね。 今後、ちょっとそれで、えー、効果あるなと思ったものはどんどん共有してショートとかで共有していきたいと思いますので、まあ、あ興味ある方はやってみてください。